辺りは真っ暗ですが、スタジアムはもう真っ赤に燃え上がっているといった感じ。本日はアンダー23インターリーグ第2戦ブラジル代表対日本代表、実況はおなじみの八塚博、ピッチにはパンツェッタジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。ボンジョルノ、チャオ、ジローラモです。世界スタジアムから注目の一戦になりました。今日は気合が入っていました。選手たちがピッチに登場してきました。メインスタンドから見て左に黄色のユニフォーム、ブラジル代表。さあ、国歌の吹奏です。前半の45分が始まりました。北沢入れました。どう攻めるんでしょうか。ここはパスを出す。右サイドに回り込みます。切り返した。クロスボール、ディフェンダーに弾かれました。コーナーキックとなります。ボールはディフェンダーがクリアします。ここで前半戦が終了。両者ノーゴール。先取点を取りたいところでしょう。現在試合はハーフタイムを迎えています。この試合注目の稲村、ドリブルを多用した攻撃が得意のようです。後半は左から右に攻めます。日本代表、選手の変更などはあったのでしょうか。いやー、どっちも頑張ってますね。後半どうなるかとっても楽しみです。そろそろ後半45分のキックオフです。後半10分、ボールはブラジル。どちらが水原、ここは無難にインターセプト。水原、上田、水原、ディフェンダーの素晴らしいカバーリング。さあ、天気は晴れ、星空の下での戦いとなりました。どうでしょうか。ここから眺める夜景は最高ですよ。ロドリゲス、ここで入るようです。はいはい。日本代表、甲斐、西川を投入します。はいはい。ブラジル、スローインになります。入れました。右から徐々に詰めていきます。ここはディフェンダーが1枚上手。ルックアップしてどうするか、様子を伺います。サビを入れてつなぎます。オフサイドは、これはチャンス。ファインセーブ。ボールは日本、ここからどう攻めるか。前へ出す。日本、しっかりとボールをつなぎます。一瞬にしてごぼう抜き。日本、右サイド、パスをもらいます。なんとかボールをコントロール。ディフェンダー、これを読んでいました。さあ、天気は晴れ、
星空の下での戦いとなりました。どうでしょうか。ピッチは素晴らしい状態です。日本代表東条に変えまして小倉、ここで投入されます。そうですね。後半の29分、ボールは日本、この辺で流れをつかみたいところです。ボールを持ちました上田、おっと逆サイド、日本思い切っていくか、低いクロス詰めてきた、小倉抜けた、決まりました。後半29分、試合が動きました。先制日本。早速リプレイに行ってみましょう。小倉難なく決めました。ジャストミート、綺麗に振り抜きました。正確なシュートを打ってきました。後半の33分、ボールは日本、どちらが主導権を握るんでしょうか。キーパーの頭押し、弾いた、これが決まった。後半33分、連続ゴールゲット。今のプレーをもう一度見てみましょう。上田、素晴らしいシュートでした。いやー、本当にファインゴールです。この1点でかなり盛り上がります。日本スローインになります。ボールを入れます。ボールを持ちました。つながった、グラウンダーのクロス、これはキーパーに止められてしまった。ブラジル代表ジメネスに変えましてラプカ、ここで投入されます。はい、ここで試合終了の笛、結果は0対2、第2戦に見事に勝利しました。とりあえず勝ちは収めました。いい形で攻めの起点になっています。中盤を支配していました。チロラモさん、今日はありがとうございました。どうも、まだ次の試合で会いましょう。それではこの辺でごきげんよう、さようなら。